その名は親分座という名の奥座敷。成り行き任せで構わない、来ないあなたの名前を今宵もささやきます。いつから春の夜のお店はもう15年にもなるらしい。見放す勇気がないんです。弱い肩気な女です。まあ私は驚いて見せるの。だってそんなはずはないわ。賢くて面白い人、きっとあなたも何度も何度もあなたを間違えてきたのね。私に出会うため間違えてきたのね。あなたに出会うため間違えてきたのよ。突拍子もないアイデアを川の向こうの流れ川から嫉妬し刺激されたまに巻き込まれ、それがあなたと私の関係でございます。止まりつつの長くて短いよ。酒とタバコで作られた自ら変わる唯一のビヨンド、大事なものだけ取っとこう。写真が一枚とあとギタートピアノ、住み慣れた部屋の隅から隅まで要求の織りなす、ある意味快楽。そんなもんに興味ねえ、他人の様子、歳月は残酷に変わる、誇り出すラストオブアス、あれは良かった。エリーは今でも幸せが積み重なったガラクタ、いつか光るはずだったのさ。あなたが不幸でいいなら私も不幸でいましょう。金粉症にハマる俺たちの師匠、俺たちも行こう、ね、この街の希望、Let's go。 そっと拾って集める、半分茶碗に残ったご飯はもうすっかり冷めていて、黙々と食べる、閉めて歩くのさ。夜の校舎窓ガラス壊して回るような15歳ではなかった。僕のベッド夕暮れ空をカーテン越しに感じるような15歳だった。私と
という存在。私がここにいないと、私の作りたい世界、あれ15歳でバイクを盗んで走ったと偉そうに歌った、そんな尾崎豊が俺は大嫌い俺のおかげだという今なら言えることがある、その姿はダンスみたいだ、会話みたいだ、天使みたいだった。